エドワード・ジョセフ・スノーデンは、アメリカ国家安全保障局及び、中央情報局の元局員である。NSA で受け負い仕事をしていたアメリカ合衆国のコンサルタント会社、ブーズ・アレン・ハミルトンのシステム分析官として、アメリカ合衆国連邦政府による情報収集活動に関わった。2013年6月に、中華人民共和国香港特別行政区で、 複数の新聞社の取材やインタビューを受け、それまで陰謀論やフィクションで語られてきた NSA による国際的監視網の実在を告発したことで知られる。2013年6月22日、米司法当局により、香港政府に臨時逮捕と引き渡しの要請が出され、エクアドルなど第三国への亡命を検討しているとされていたが、同年8月1日に、 ロシア移民局から期限付きの滞在許可証が発給されて、ロシアに滞在中である。2014年1月、ノルウェーのボードソウルエル元環境大臣からノーベル、平和賞候補に推薦された。1983年6月21日、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、エリザベスシティで生まれ、ウィルミントン市で育てられた。父ロニースノーデンは、 ペンシルバニア州籍でアメリカ沿岸警備隊に勤務し、母はボルチモア出身でメリーランド州の連邦裁判所職員を務めていた。国家公務員として公職に就く両親のもとに育ち、後に自らも CIA 職員として公職を務めることになる。16歳の時、両親の離婚により、母方の故郷であるメリーランド州のエリコットシティに転居している。 病気療養を理由に、ボルチモアの高校を対抗するが、ゼネラルエデュケーショナルデベロップメントを取得し、メリーランド州のアンアランデルコミュニティカレッジに入学してプログラミングなど、計算機科学を専攻した。この時に学んだ知識が、後の立場につながったとみられるが、卒業はしておらず途中で大学を離れたとみられている。インターネット上では、テクノロジーウェブサイトである、 アルステヒニカに文章や写真及びゲームを投稿する常連投稿者として知られていた。ー期アルステヒニカでのハンドルネームザトゥルー法派の意味も真の風派だという。ゲームについては対戦が高くと、鉄拳シリーズのファンで困難をものともせず悪と戦うこのゲームが自分の道徳感を形成したとまで述べている。また、子供時代には スポーツやテレビ鑑賞にはあまり関心を示さず、ギリシャ神話を読みふけり、大きな影響を受けたとも述べている。2002年から2004年には、アニメファンの同人サークル、リュハナプレスの会員として、ウェブサイト管理を引き受けていた。2003年、当時19歳であったスノーデンは、大学を離れた後、自身が休職中であると前述の、アルステヒニカのウェブサイト上で記述している。 対テロ戦争によって、アメリカ軍が大幅な人民増加を進める中、2004年5月7日に、スノーデンは、アメリカ軍に主眼制度で入隊した。情報工学の知識を評価されて、特技兵の兵下に配属され、さらにイラク戦争に派兵される、予定の特殊部隊の新兵として配属されている。スノーデンは、自由のための戦いを望んで、 イラク戦争への派遣を自ら志願するなど意欲のある軍人だったが訓練中の事故で両足骨折の重傷を負って同年9月28日に上退した。失意の中治療を終えると国家安全保障局からスカウトを受け2005年にメリーランド大学言語研究センターの警備任務に配属された。ケースアレクサンダー・ NSA 長官は スノーデンとの契約は12ヶ月間であったと説明している。またこれに前後して中央情報局からも接触を受け、2006年に CIA 職員として雇用されてコンピュータセキュリティに関連した任務に参加した。2007年にはスイスのジュネーブでの情報収集に派遣され、同じくコンピュータセキュリティを担当した。2009年2月に CIA を辞職し、 同年 NSA と契約を結んでいたデルに勤務、スノーデンは、日本の横田基地内の NSA 関連施設で業務を行っていた。彼はかねてから接していた日本語に加え、中国語や仏教などにも造形を得た。そこで、交換や軍将校を対象に、中華人民共和国からのサイバー戦争に対する防衛技術を指導しており、東京でのブリーフィングの準備で、 研究調査した彼は中華人民共和国が10億人を超える国民の莫大な個人情報を集めて完全な電話回線とインターネット通信の監視システムを築いていることにひどく感銘を受けると同時にアメリカにも合わせ鏡のように同じシステムが存在するのではないかという疑念が生じたことが転機になった2011年にスノーデンは デルからの主任技術者として CIA に出向し、メリーランドへ戻った。一年ほどそこで過ごした後に、彼は2012年3月にデルによって再び移動され、ハワイの NSA 施設で主任技術者となった。2013年3月頃からは同じく NSA と契約するコンサルティング会社ブーズ・アレン・ハミルトン社に転職した。NSA での勤務については、 快適で、待遇面でも20万ドル以上の給与を与えられていたという。2011年時点で、リバプール大学に席を置いていたと報道された。ブーズ・アレン・ハミルトンを通じて、NSA のハワイ州にある拠点、国や地域資源と工作センターに赴任し、同拠点のシステム管理者に就任した。後の情報源となる、個人情報に関する機密文書に常時接触できる。 立場にもあった。スノーデンは CIANSA 時代に見た、アメリカ合衆国政府の悪辣な行為に、幻滅していたと語っている。一例として、スイス人の銀行員を酒に酔わせ、酒酔い運転で警察に捕まったところで取引を、持ちかけ、スパイに利用するなどの行為を政府が実行していたと、証言しており、こうした行為への反感が、 機密資料を公開する決意を固めた動機としている。またスノーレンは政治的には個人の自由を最も重視するリバタリアンの派閥に属していて自由を基本理念とするアメリカ合衆国憲法に忠実であろうとした。共和党のリバタリアン派を代表するロンポールの熱心な支持者であり2008年アメリカ合衆国大統領選挙では 共和党の予備選に立候補したポールを支持した。一方で実際に共和党候補に選ばれた保守派のジョン・マケインも優れたリーダーと評価したり大統領に選出された民主党のバラク・オバマについてもマケインと組めるならオバマを支持するかもしれないと評していた。また自身は選挙で2大政党以外の第3党に投票している。2009年 リベラルなオバマ政権が成立すると、銃規制、差別是正措置、医療保険制度改革など、政府が民間に介入する処意、大きな政府を目指す政策が推進された。こうした路線は、社会主義的とアメリカ国内の保守派から攻撃されたが、リバタリアンのスノーデンにとっても、当然ながら、相入れないものだった。しかし、プッシュ政権による、 アメリカ国内の警察国家か軍国主義的な戦争推進はリバタリアンとして感化できない行為であった。これらが民主党政権下で一掃される可能性の方を期待していたが、この期待もオバマ政権下でむしろ拡大の意図をたどる NSA の監視活動に関わるうちに失望感に変わっていった。2012年3月から2013年3月に かけて、アメリカ合衆国の議会は、NSA 長官のケースアレクサンダー将軍やジェームズ、クラッパーアメリカ合衆国国家情報長官に、対して、NSA が情報収集対象とした、アメリカ人の人数の公表を繰り返し求めていた。2013年3月、クラッパー長官は、アメリカ人に対する一切の情報収集を否定した。2012年12月1日、スノーデンは、 キンキナトゥスを名乗り、アメリカのジャーナリストグレン・グリーンウォルドに電子メールを送った。グリーンウォルドは NSA 批判で名が知られる人物だった。盗聴を恐れるスノーデンは、グリーンウォルドが電子メールにニュープグをインストールして使うなら情報提供すると持ちかけた。しかしグリーンウォルドは多忙を理由にニュープグをインストールしなかったため、今度はバークスと名乗り、 ドキュメンタリー作家のローラ・ボイトラスに電子メールを送った。ボイトラスはグリーンウォルドにこの情報を伝え、グリーンウォルドは PGP その他のセキュリティソフトをインストールした上で、スノーデンとの接触を始めた。2013年5月、スノーデンはハワイのオフィスで告発の根拠となった文書を複写した後、病気の治療のために3週間の休暇が必要だと上司に伝えた。 2013年5月20日、現金払いで購入したチケットで、香港へ到着した。スノーデンは、九龍チムシアッツィのホテルにチェックインした。2013年6月2日、グレン・グリーンウォルド、ローラポイトラスが香港に到着した。2013年6月3日、遊園マカスキルが香港に到着した。2013年6月5日、ガーディアンで、米大手電話会社、 ベライゾンの全通話記録提供問題に関するグレン・グリーンウォールドの記事が公開され、これが最初の内部告発記事となった。2013年6月6日、ガーディアンのインタビューを受け、アメリカ合衆国や全世界に対する NSA のプリズムによる盗聴の実態と手口などを内部告発した。スノーデンは持ち出した機密資料のコピーを分割して、 民間の報道機関に提供し、自身の身に危害が及んだ場合は、自動的に取得している全情報が流出すると述べた。スノーデンが香港で暴露した機密情報は NSA の情報収集に関するものであったが、提供された機密資料によって、下記のような多国間にわたる資金とによる情報収集活動が明らかとなった。2013年6月9日、 スノーデンは自身が内部告発者であると公表し内部告発に至った経緯を説明する動画をガーディアンで公開したアメリカ合衆国を含む全世界でのインターネット電話回線の傍受スノーデンは英氏ガーディアンに NSA の極秘ツールであるバウンドレスインフォーマントの画面を示しクラッパー国家情報長官が 議会公聴会で否定した3月に合衆国内で30億件、月、全世界で970億件、月のインターネットと電話回線の傍受が行われていたことを明らかにした。電話傍受には、ベライゾンワイヤレスなどの大手通信事業者が協力しており、NSA は加入者の通話情報を収集していた。インターネット傍受はクラッキングではなく、 アプリケーションプログラミングインターフェースのような形のバックドアによるもので、コードネーム、プリズムと名付けられた監視システムによって行われていた。標的になった情報は、電子メールやチャット、電話、ビデオ、写真、ファイル転送、ビデオ会議、登録情報などだった。また、標的になった情報は通話者の氏名、住所、 通話内容の録音のみならず、メタデータも収集しており、通話者双方の電話番号、端末の個体番号、通話に利用されたカード番号、通話時刻、所要時間、及び基地局情報から割り出した通話者の位置情報も収集していた。通話履歴から人工知能の機械学習で、テロ容疑者を割り出して逮捕もしくは無人攻撃機による殺害の標的に指定する。 スコヨーネットの存在も暴露した。IT 企業の協力通信傍受には、マイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェイスブック、ポールトック、YouTube、スカイプ、AOL、アップルなどが協力させられていたことは、以前から指摘されていたが、スノーデンの持ち出した資料によって、その一部が明らかとなった。マイクロソフトは、NSA が通信傍受しやすいように、 マイクロソフトチャットの通信暗号化を回避した。またストレージサービス、スカイドライブへの NSA の侵入を容易にするように配慮を行った。スカイプも NSA が容易に情報を取得できるように特別チームを編成してその技術的問題を解決した。Facebook には2012年後半の6ヶ月間で NSA から1万8 0 0から1万9 0 0個のユーザーアカウントについて 情報提供依頼があったと報告した。一方でリークされた資料に記載されていた企業の多くは、プリズムに関する一連の報道を受け、プリズムというものについて全く感知していない、政府からの直接アクセスを可能にするシステムは存在しないとコメントした。これらの資料とコメントの間の矛盾について、ワシントンポストは、 NSA の資料作成者の不正確な説明によるものであり、資料にある情報を直接送信とは単に第三者のサーバーに送られたものではなく、NSA に直接送られた通信を収集する意味である可能性があると指摘した。NSA の海外に対するクラッキングスノーデンによると NSA は世界中で6万1000件以上のハッキングを行っており、 そのうち数百回以上が中国大陸と香港の政治、ビジネス、学術会を目標として行われ、香港中文大学もターゲットの一つだったという。中国へのハッキングは2009年以降に活発化したとした。NSA はドイツなど外国の情報機関と共謀して情報収集することもあり、外国との共同作戦のための専門の委員会が NSA に設置されている。 ドイツには NSA によって、盗聴や通信傍受の主義が伝授され、またプライバシー侵害を非難されないようにするための情報交換も行われていた。ドイツはそれらの活動により、中東諸国の情報を得ていたとされた。同盟国に対する情報収集ガーディアンは、スノーデンが持ち出した極秘文書により、NSA が38カ国の大使館に対しても、 盗聴を行っていたことをスクープした。対象となっている大使館は日本やフランスやイタリア、ギリシャ、メキシコ、インド、韓国、トルコなどの同盟国も含められていた。ワシントンの欧州連合代表部への情報収集工作のケースでは暗号機能付きのファックス内に盗聴器と特殊なアンテナが仕組まれ、約90人の職員のパソコン内のデータすべてを 覗き見る手法で実施されていた。フランスのオランド大統領は同盟国に対するこのような行為は容認できないとし、ドイツ政府報道官は全く容認できないとする苦言を呈した。これらの報道に対してオバマ大統領は一般論として諜報機関を持つ国ならどの国でもやっていることだとして同盟国の大使館に対する諜報活動への理解を求めた。 また、日本が同盟国で亡くなった場合は、電力システムを停止させられるマルウェアを横田基地駐在時に仕込んだという内容が、オリバー・ストーン監督の映画、スノーデンの中で語られている。英国による情報収集イギリス政府通信本部は、ネット上の通信記録を総取りして無作為に抽出し、電話番号や住所、IP アドレス、 Facebook ID などから個人を特定し関心のある情報を選別するという方法で情報収集していることが報じられた。また GCHQ は G20 会合において以下のような情報収集を行っていたことが判明したという。G20 を有利に運ぶために当時のブラウン政権交換の承認の下で実施されたとした。その他 NSA が G20 でロシアのメドベージェフ大統領の衛星通話の登場を試み、その内容を GCHQ に報告していた。2014年5月13日、スノーデンが持ち出した未公開の機密文書を収めた書籍が世界24カ国で同時刊行された。香港滞在中に香港市サウスチャイナモーニングポストの取材に応じ、以下のような主張を行った。 連邦捜査局は情報漏えい罪など数十の容疑で捜査に乗り出した。スノーデンは表現の自由を信じる国に政治亡命を求めたいとして複数のメディアを通じてアイスランドへの政治亡命を求めたがアイスランド政府は非公式な接触があったことを認めたものの亡命を認めるかどうかについては言及を避けた。またアイスランドの入国管理当局は スノーデンの要請は受け取っていないとした。香港の滞在先ホテルを記者らに特定されたために、その後は弁護士の案内で個人宅に移動した。一部の中国メディアは人民解放軍中マカオ部隊がスノーデンを香港からマカオに護送する際にスノーデンの暗殺を狙う CIA のエージェントと銃撃戦になったと報じるもマカオ保安庁は否定している。誕生日に 弁護士らとささやかなパーティーを行った後に6月23日にスノーデンは香港国際空港発モスクワ行きの飛行機に搭乗しモスクワのシェレメーチエボ国際空港に移動したアメリカは同市のパスポートの執行手続きをしていたが香港政府は手続きに不備があるとしてスノーデンの香港出国を止めなかった中モスクワのエクアドル大使館で エクアドル政府に亡命申請をし、同国のリカルド・パティーニョ・アロカ外務大臣は亡命申請を受け取ったとツイッターで表明した。アメリカ合衆国連邦政府は同志の拘束をしなかった中華人民共和国を非難するとと,ともにロシア連邦に対して同志の拘束を求めたが、ロシア連邦政府報道官はこの問題に介入するつもりはないとした。スノーデンは 空港に到着したが、乗り換え区画に滞在し、ロシアの入国審査も受けず、ロシアに入国していない状態であった。スノーデンは、弁護士を通じて、空港内にあるロガイム省の領事部窓口に、キューバ・ベネズエラ、中華人民共和国、スイスなど、18カ国の国々に対して、亡命申請を行った。ラブルフロ外相は、スノーデンのいる場所は、 ロシアの司法権は及ばない区画であり、アメリカの拘束要求には法的に応じられないと説明した。また、プーチン大統領は、スノーデンを仮に拘束した場合であっても、米露間には犯罪者引き渡しに関する協定がないので、アメリカへの身柄引き渡しを拒否する姿勢を明らかに、したが、ロシア国外へはどこにでも行ける状態だとして、スノーデンを 積極的にロシアに受け入れるつもりがない意図を表明していた。後ほど亡命受け入れにはアメリカにとって不利益な情報漏洩をしない確約が必要という声明を発表し受け入れを示唆した。しかしスノーデンはこの条件を拒否し自ら申請を撤回しロシア以外への亡命を模索していたが7月12日空港内で人権団体と共に会見を開き 安全を確保できる唯一の手段はロシアに一時的に亡命者として止まることだ。米国へ損害を与える活動は今後しないと語り、改めてロシアへの亡命を希望した。2013年8月1日、スノーデンはロシア連邦移民局から1年間の滞在許可証が発給され、5週間以上滞在していたシェルメイチエボ国際空港を離れ、ロシアに入国した。 スノーデンは、ロシアの生活について、ロシア語を学び、古典文学を読みふける日々だと述べるとともに、ロシアで一時難民認定を受けたことは、幸運だった。なぜなら、米国に帰っていたら、自分を待っていたのは、発言の権利のない不正な裁判だったと思うからだ。ロシアは、現代の国だ。とも述べて、充実した生活を送っていることを明かしている。スノーデンの弁護士によると、 ロシアでは普通の生活を送り、仕事をしたり様々な都市へ旅行しているという。2014年7月、弁護士によりロシア内の滞在期間延長が申請され、3年間の期限付き居住権を得た。2017年1月にスノーデンに対するロシアの居住許可は、2020年まで延長されている。2019年9月にはフランスへの亡命も希望していることを、 インタビューで述べている。2020年4月、スノーデンは、ロシアの滞在を3年間延長するため弁護士を通じて申請を行った。この時は、国籍取得は考えていないと報道陣に答えた。同年11月、ロシア国籍の申請を決定。12月に誕生予定の実施と離れないための措置とした。2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、 アメリカでは戦争や通信傍受のあり方をめぐってトレイルブレーザー事件のウィリアム・ビニーやトーマス・ドレイク2010年に R-64 アパッチがロイターの記者を含む十数人の民間人を射殺したビデオをウィキリークスに公開したチェルシー・マニングなどの内部告発が相次いでいる。しかしアメリカ合衆国における内部告発者の処遇は厳しく、例えばマニングは 後半が始まるまでに非常に長い間交流され、独房で全裸で眠ることを強制されるなど、ひどい扱いを受けているという。在英エクアドル大使館に滞在しているウィキリークスのジュリアン・アサンジは、スノーデンの支援を行っていることを明らかにしている。支援は、航空機や宿泊先、弁護士の手配、通信の確保など、逃亡生活を直接サポートする内容となっている。 2015年9月29日、スノーデン本人と認証されたアカウントが、わずか2日で118万人のフォロワーを獲得。ツイッターは、本人確認ができたアカウントには、名前の後ろに、水色のチェックマークがあることで、区別できる。自身がフォローするのは、アメリカ国家安全保障局ただ一つである。アカウントが開設された瞬間から世界中の、 ツイッターユーザーが反応し、情報が世界に拡散される様子を GIF 世界地図でツイッターの公式アカウントが公開した。2014年1月14日、アメリカの NPO、報道の自由財団が取締役会の理事として迎える意向をホームページ上に発表した。翌2月からスノーデンは同理事に就任している。2014年2月、 グラスゴー大学の名誉総長に選出された。2015年2月、エドワード・スノーデンの一連の暴露をドキュメンタリー化した映画、シチズンースノーデンの暴露がアカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞を受賞。アメリカ連邦捜査局のモラー長官は、NSA の情報収集について、何来法制はないとの認識を示し、スノーデンの逮捕に向けて、 全力で捜査していると表明した。2013年6月22日、アメリカ合衆国司法省は、香港政府に逮捕を要請した。2013年7月に発表された、アメリカのキニピアック大学の世論調査では、スノーデンを内部告発者だと考える有権者が55%に上り、裏切り者だと考える有権者は34%に止まった。また、 ワシントンポストが実施した世論調査によるとアメリカの30歳以上の大人の57%はスノーデン氏の罪を問うべきだとしているがこれは30代以下の若者ではわずか35%という数字だ56%の若い大人たちは氏が NSA の文章を公開したことに対して正しいことをしたと答えているオバマは 各国中米大使館への登聴に対して一般論として情報機関を持つ国ならどの国でもやっていることだとして同盟国の大使館に対する情報活動を否定しなかったが情報収集活動の見直しを指示したという。2013年10月にはクラッパー国家情報長官らが NSA によるドイツのメルケル首相ら35人の 外国首脳に対する長年にわたる盗聴を認めた。一部はすでに中止されたが、一部は有益な情報をもたらしているとして継続されているという。また、盗聴の対象は NSA が独自に決定しており、オバマの承認は得ていなかったとしている。NSA は数多くの盗聴を行っているため、すべての活動について大統領に報告することは現実的ではないという。 米国との情報協定を結んでいるイギリス政府は航空各社に対し国内にスノーデンを移送しないよう警告した。フランスのオランド大統領は大使館の登庁に対して同盟国に対するこのような行為は容認できないとした。ドイツ政府報道官は大使館の登庁に対して全く容認できないとする苦言を呈しアンゲラ・メルケル首相は バラク・オバマ大統領に抗議した。2014年6月27日、ドイツ内務省はベライゾン・コミュニケーションズとの契約破棄を発表すると、共に高度な防御用対策を施した通信インフラストラクチャーが必要であるとの認識を表明した。また、同年7月には、本件に関するドイツ連邦議会の対応状況をアメリカ合衆国に売っていた。 連邦情報局とドイツ連邦軍の職員がスパイ容疑で逮捕され中ドイツ連邦アメリカ合衆国大使館の情報部門責任者がドイツ連邦からペルソナロングラータを受けている。ロシアのペスコフ大統領報道官はスノーデンが亡命を申請した場合、ロシア政府は受け入れを考慮すると述べた。2013年12月年末恒例のマラソン記者会見でプーチン大統領は スノーデン氏は、ノーブルと述べるとともに、ロシアの情報機関は、彼とのいかなる接触もしていないと述べた。ハリブリ、A、香港行政長官は、スノーデンの引き渡しを米当局が要請する場合には、香港の法律制度に基づいて対処する考えを、明らかにした。香港の民主派、親中派など、各議員、地元市民や香港在住の欧米人の一部は、 在香港米総領事館前でスノーデンへの支援を訴えたデモを行い、米政府による監視活動はプライバシーや人権の侵害だとして中止を求めた。また、米政府が犯罪人引き渡し協定に基づいて同志の身柄引き渡しを求めても、香港政府はそれに応じずスノーデンを保護すべきだとして、香港政府庁舎前で訴えた。香港市、明報は、 2013年6月18日に電話での世論調査を発表した。500人のアンケートの結果、米側への引き渡しを支持する人は20%だったとし、54%の香港市民が身柄引き渡しに反対しているとされた。2016年8月に中国は、世界初の量子通信衛星、牧師号を打ち上げて、盗聴不可能な通信システムの構築をはじめ、 これは、スノーデンによる暴露が影響を与えたともされる。菅義偉前内閣官房長官は、米国内の問題なので、米国内で処理されることだ。日米間の外交においては、しっかりと秘密は守られるべきだとのみ述べた。2015年7月31日には、内部告発サイト、ウィキリークスが、NSA が少なくとも2006年頃から、日本の内閣、日本銀行、 財務省などの幹部の登庁を試みていたとして、アメリカ合衆国連邦政府の関連文書を公開されているが、菅義偉内閣官房長官と安倍晋三内閣総理大臣は、事実であれば、極めて遺憾と述べるのみで、抗議には至らなかった。2007年キャンプキンザーからキャンプハンセンに通信設備を移転する際、日本に約5億ドルを負担させ情報活動を強化したと、 NSA の報告書にはあるが、防衛省はコメントは差し控えると回答。ありがとうございます。